大丈夫かね、サスケのやつ。何がだ。暁のアジト探索、一発目がビンゴだったらって話さ。相当なやり手なんだろう、イタチって。サスケに限ってやられるなんてこと。うちはここから中の様子を探る。何かあったらすぐに向かうぞ。はあ。鳥たちに頼んで周囲から敵が追ってこないか見張らせて。ったく、どいつもこい。こっちも偽物だってばよ。助けの匂いを追っかけてるはずなのに、敵の陽動以上に数で対抗してんだろうが。一旦本体に戻って情報を渡した方がいいかもな。どうした、ナルト。南の森にはダミーしかいなく。何落ち込んでんだ。諦めねえのがてめえの人道じゃなかったのかよ。回復したチャクラの分だけさらに影分身を増やしていくぞ。頼んだぜ。任せとけって。来たか。誰だ。俺だ、サスケ。少し背が伸びたか。あんたは相変わらずだな、その冷たい目も。俺は生きてきた。どれほどの憎しみを心の中に抱えて、どれほど強くなっているか。そこで決着をつけさせてやる。サスケ！命令があるまで動くなと言ったはずだぞ。アリンが他のチャクラを感じたって言ったから気になって。俺についてこい。行くぞ。いい流れだ。あとは次の脱皮で蛇のままか、それとも鷹に変わる。同じチャクラがあちこちにあるぞ。どうなってんだ。進路を変えるかい、サスケ。影分身だよ。ナルトか。見つけた。よくやったぜ。どっちだ。こっちだ。サスケ、これはすごいチャクラ。それに早い。来る。ここからはサスケ君一人で行ってください。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。ちょうどいい。サスケ、それはダメだ。こいつを倒して全員で行くんだ。おとなしくしていろ。これは俺の復讐だ。そして大刀サメ肌。忘れたか、ホオズキ満月の弟。暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな、キサメ先輩。サスケの言いつけを守らなくていいのか。のんきなこと言ってんじゃないよ、このデクノボーが。みんなこっちだってばよ。待って、ナルト君、このチャクラは。どうもー。どうあった、なんだ。もう2の4のロの8対1とは間の悪い人参なもんで。どうもよろしく。余裕かましてんじゃねえ。数は圧倒的にこちらが有利なんだからな。あらら、舐められちゃった。邪魔すんじゃねえ影分身。元来私の大刀サメ肌は切り立つのさ。二人の戦いの邪魔をする奴は近くにいないって小鳥たちも言ってる。普通に乗りすぎでしょ。君みたいな子に何ができるってのかな。よかった。ひなた、ナルトならあれくらい大丈夫。新人にしちゃやる方でしょ、僕も。一本上司ですね。ザブザより上だと言ったのは何をはしゃいでるんです。
そろそろおやつの時間じゃないのですか。私のサメ肌はチャクラを削り食らう。もっと賢いかと思っていまして。てめえなんかと遊んでる暇はねえ。お前は前回のサスケ奪還任務は不参加だったからな。今回は頼むぜ。フォーメーション B で行くよ、みんな。よし。ああ、はい、おお、なんだか本気モードっすね。キバ、そっちも OK。 いつでもいいぜ。なあ、赤丸。シュー！取られてる隙に3人で囲むつもり？これじゃどれをかわしたらいいかわからないよ。一打なんて、木の葉の引き山の螺旋丸やってない。おい、はっちゃー、ちょっと、忍法、あ、痛い、痛い、もう。きらめいた。この術は忍法モグラ叩きの術と名付けよう。くそ。ねえ、次は何して遊ぶ？もう少しだ。待ってろ、イタチ。愚かなる弟よ。兄さん、新しい手裏剣術を教えてくれるって言っただろ。明日はちょっと大事な任務があって、その準備。許せサスケ、また今度だ。ほら、無茶したら。足首ひねったやつが何笑ってる。もしかして楽しようとしてるだけじゃないのか。これでちょっとは兄さんに追いつけるからさ。イタチ、覚悟は決まったのか。俺の覚悟が決まらぬなら我々が手を下すまで。それはお待ちくだ。なんだと？明日がどんな日かお前も知っているだろ。お前は自分の立場が分かっていない。お前は一族と里の中枢をつなぐパイプ役でもある。それをよく肝に銘じておけ。そして明日の会合には来い。俺が疎ましいか。忍びってのは人に憎まれて生きていくのが道理ってもんだから。持てば孤立もするし傲慢にもなってくる。最初は望まれ求められていた。それが兄貴ってもんだ。イタチはいるか？出てこい、話が。暗部に入り、いろいろな面倒ごとに駆り出されるのはあの父上もそう言い、何かとかばっては。だがその前にもう少しだけ聞きたいことが。昨夜中野川に身投げした内橋止水についてだ。最近では全く会ってなかった。残念です。刑務部隊は全力で捜査に乗り出すことを決定した。の鑑定は済んでる。間違いなく本人が書いたもの。内葉一の手だれ、春心の止水と恐れられた男だ。一族のためなら。ためや思い込みだけで人を判断しない方がいいですよ。やいず、その遺書をお前に預ける。手がかりが出てくるといいがな。もっと直接的に言ったらどうです。俺を疑ってるってわけか。気が長いと勝手に判断し鷹をくくるからだ。器の大きさを測り違え、俺の器の深さを知らぬから。今そこに這いつく。組織に執着し、一族に執着し、名に執着する。イタチ、お前最近少し変だぞ。何もおかしくない。自分の役割を果たしている。変の話だ。このくだらぬ一族に絶望している。予感や想像の枠に収まりきっていてはできない。傲慢なことを。もういい、もう我慢できません。隊長、拘束の命令を。兄さん、もうやめてよ。止水を殺したのは俺じゃない。けれど数々の失言は。いくら我々刑務部隊でも捕捉状がなければ逮捕。この俺が責任を持って監視する。入るぞ、イタチ。お仕事が忙しいのでしょうけど、たまには家族。愚かなる弟よ。万華鏡シャリンガン。やめて兄さん、そんなの見せないで。どうして兄さんが。己の器を測るためだ。みんなを殺したっていうの。それが重要なのだ。
んじゃない。だってお前が望むような兄を演じ続けてき、お前は俺と同じ万華鏡シャリンガンを開眼しうるものだ。ただしそれには条件。最も親しい友、中野神社本堂、その右奥から7枚目の畳の下に一族秘密の集会場がある。この俺を殺したくば恨め憎め、そして醜く生き延びるがいい。お前はどこまで見えている。今の俺のこの目に見えているのはあんたの死に様だ。俺の死に様か。では再現してみろ。ひどい。よし、最後にイタチ、あんたに聞きたかったことがある。前と全く同じセリフにカラス、もう一度言う。こう言ったんだよ、クソ野郎。俺の質問に答えろ。三人目、もう一人のシャリンガンとは、内派一族とは誰だ。一族を皆殺しにしたあのタイミングで、あんたはもう一人の存在を口にした。ちゃんと気づいたか。誰だ。内派マダラだ。この派学で創始者の一人、万華鏡シャリンガンを最初に開眼した男だ。